とこにも近づいてたのか、もう全然気づかなかったわ。もうバケッケッケッ、こんにちは、こんばんは、泉です、今回もモンハンやっていきます。で今回もハルさんと一緒にやっていきます。はい、よろしくお願いします。ハルです。で今回は特別任務のイブルジョーが追加されましたので、植物連鎖の波に乗れっていうのをやっていこうかなと思います。いやー、ようやく出たね。やばいよね。もう最もやばいモンスターだと思う。で、こちらの、その解放条件っていうのがあるみたいなので、一応自分なりに調べたのを、載せとこうかなと思います。はい。ごめん。いや、自分はあんまりビリジョーって今までの作品だと、一応 PSP のやつでは出てたことあったっけ？トライ、ポータブルとか。ああ、確かで、出てた。確か3か、あれっす。あんま曖昧だけど、記憶が。あんまり覚えてないわ。そんな戦ったことなかった気がするからね。久しぶりだ。あ、これあれか。もしかして最初一人でやんなきゃいけないのか。1分の1って書いてあるわ。イベント見てからかな、じゃあ。じゃあ、途中参加できる？救援出すから。うん。OK。まあ、救援通過、なんつうか。まあ、救援でいいのか。まあ、いいや、どっちでも。ちょっと待っててください。やべ。飯食ってくるの忘れた。まあ、キャンプで食えるからいいじゃん。いや、今見たんだけど、キャンプで食えないっぽい。なんで？わからん。それは、あくまであれなんじゃないの？キャンプからのスタートじゃないかタイプなんじゃない？いや、なぜかキャンプで使えない。あ、受付嬢の痕跡を追うって書いてあるわ。どういうことだ？どういうことだ？本当だ。書いてある。ああ、なるほど。受付嬢がいないからキャンプが使えないんだ。ああ、そういうことね。相棒とか言ってるあれが、めんどくさいことやってるな。ああ、これあれだわ。早送りするかもしれないわ。見つけるまで。もしくはカット。お前そんなとこで何やってんだよ。助けなきゃいかんのかね。よく捕まったな。凶暴竜イビル城。うわやべえわ、もう蘇る恐怖だわ。恐怖再来だわ。そうなんだ。うわやっぱり死にそう。あ、本当だ、受付嬢のスタミナっていうのがある。うわ叩き、おマジかよ。そうか、ブレス履くんだっけ、なんか変なの。ハクハク、黒くて黒い赤いなんかブレス。あ、どんな効果あったかな。いや、ただ威力がでかいだけだったはずだよ、確か。あ、そうだっけ、なんか状態異常とかでなんなかったか。うん、確か威力がでかかったはず。てか受付嬢どこにいんの。背中に乗ってるよ。
てか転倒させるってマジかよ。まあだから要は足を狙っておけばいいんじゃない。よっしゃ、転倒してないのか。あれ転倒してないのかよ。ひるんだだけじゃない。ひるんだだけか。だから食物連鎖ですよね。あーでもあいつが犠牲になってる。やべ、あーミスってる、めっちゃミスってる。あーもう方向久しぶりに聞いたな。死んだ。マジか。前はあの普通にモンスター加えてから大丈夫かなと思ったら。うわ、危ねえ。やーじゃねえわ。あーやべ。ベシってやられたわ。てか別に、ね、受付に落ちたって大丈夫でしょ、この世界なら。あーもう嫌いだわ、本当にお前嫌いだわ。あ、お転んだ。おう、でもこいつのスタミナ異常だよな。本当だよな。あ、救難信号可能になったって。てかその前に戻るわ。お、じゃあ落ちたの。ああ、あの落ちたっていうか、あの、ああ、そうか、あの、そう、あれ、あの、あれ、あいつ転んで、あの、話して、あの、早い早いね、なんか俺なかなか転ばないんだけど。泉の方が武器強いのか。泉何でやってんの。体験。ああ、体験か。ああ戻ってきた。てかとっさの判断すげえな。いっそのこと罠仕掛けた方が早いかな。どうするこのまま。じゃあ先にそっち受注しちゃってさ、待っといて。こいつ落とし穴ハマってもあれすんのかよ、反撃してくるのか。マジか。え、何、俺一回リタイアした方がいい。一回引き直した方がいいんじゃないの。その方がいいかな。多分準備とか。よし転んだ。おお、いずり早かったね。結構ね、あのためがあるからじゃない。ためか。ハンマーが2倒れたなと思ったけど、そんなことないな。あ、あいつ疲れてるわ。もうあ、意外とこれソロでやった方がいいかな。うん、まあそれも手かもしれないね。まあいいよ、俺は一回帰るわ。救難信号出すか、ここで。一回帰るんだったら来る、こっちに行けるかな、そっちから。いける。帰るんだったらって、どっちにしろこっちの任務を終わらせないとダメだよ。ああ確かに。なあ、あるやるとしたら、俺が今クエスト離脱したから、こっちに向かうってことよ。それが一番じゃね。確かに。
俺も一回なんかやられてる気がするし。ほら、相手を消費したから、救しねえと。あー、やばい。うわ、マジか。あー、マジか。これ救難信号さ、出さ、あの、出してなくて。あー、やっ、あぶね。あー、食われた。何、救難信号は何だっけ。あの、出さなくても、あの、フレンド同士だから入れるよね、多分。あー、そっか、確かにそうかな。あー、怖え。ちょっと見てみるわ。フレンドっていうか、今ね、同じ集会所にいるからね。ああ、そう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 、それが痛かった。わあ、アイルーが頑張ってくれてる。うわ、きつ。ああ、やばい。ああ、これやばい。ああ、やばい。ああ、全然プレス食らってねえ。ダメージ少なかった。あ、分かったわ。あの、これどうなんだっけ、昔からそうだったのかな、防御力が下がってる。ああ、なるほど。そうなるとだ、防御力上げるやつを持ってった方がいいかな。防御力と、あともう一個なんか分かんない。あ、でも、ああ、今そっちに向かった。はいよ。あー、もうこれあれだね、耐震もつけた方がいいね。いって、てか、だんだんなってくると耐震とか耐放、耐、なんだっけ、方向とか、おう、なんか何でも欲しくなるよね。本当にそれ。とりあえず飯食わねえと。飯を食って防御力を優先。あれ、イズミどこにいるんだ。あの、なんで、あ、そう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 。オッケーオッケー。いや、なんかどこにいるんだろうって。怪物の姿も見えないし。あっぶね。あれ、うわ、超ギリギリ研ぐ。コブの方でいいか。いや、ん、何が起きた。あ、食われたのか。拘束されましたね。切れっかな、これ。ナイス。あ、でもどうだ、ピヨタか、ピヨタか。よし。あ、寝た。待って、爆弾仕掛けよ。俺爆弾持ってる。持ってた。石持って、なんか石かなんかない。やべえ、G 忘れた。ボンミチョウ。いいじゃなくても、なんか石、あ、つぶてがあるわ。どう？オッケー、準備。あ、いいよ。じゃあ行きます。はい。ナイス。落とし穴持ってきたけど、まあ眠ってるんだからこっちがいいや。でもよかった。あれ、でもなんで寝たの？あの、自分の武器、あの、
睡眠なの。あ、泉の武器って睡眠？お、なかなか、な、体験で睡眠ってあるのか。あれ、あの、名前が、あの、名前が出てこない、あの、知らそうだ、あの、あの新型の、あの、裏眼鏡。ああ、あいつ、確かにあの、あいつそういえば確かに眠り属性あったね。あいつの武器、あの、名前が出てこない。いやでも今のはなかなか良かったね、その爆弾は。本当に。あ、また捕食してるよこいつ。あ、やべ、あ、いいや、落としたな。うわ、もうなんかこいつ暴れんだよね。本当こいつはいつも食われる立場だな。本当にな。やべ、うわ、これであれで、あの、星7のクエストっておかしいだろ。星9ぐらいあるだろ、絶対こいつ。あ、くそ。邪魔だな。尻尾切れねえかな。本当にな、それな。あー、やべ。早くしないと。なんかずっと加えられてんの、かわいそうだわ。そういえば今、うん、そういえば今自分のやつって何だったかな。あれも、あれがあったかな。あれ、まだ生きてた、あいつ。しぶといな、あいつ。なんか毒ってんな。あーとか自分の猫か。だいてやべやべ死ぬ死ぬ。あー、ひ、ひるんでるね。お、疲れてんな。あ、怒り状態解けたね。お、解けた、解けたけど早くしねえと。これ使うか。防御力上げてくれた猫。ナイスです、ナイスです。尻尾切れっかな。イビルジョーはやべえな、マジで。精霊王の影。精霊王のキャギョって聞こえたわ。キャギョって言っちゃった。やっぱりこの体力のやつ。うんうん。なんだっけ、このなんていうんだっけな。あ、そう、あの装衣じゃなかったっけ、着衣だっけ、装衣だっけ。そうそうそう、着衣は忘れちゃったけど、結構これが安定してるのね。空中のみ。あ、ナイス。よし、乗った。ナイスナイス。倒すか捕獲するかだね。まあ多分捕獲する方がね楽だと思うよ。まあ確かに。まあ一応持ってきてるから大丈夫だけど。あ、持ってきてる、こっちも。よし、来た来た。お、ナイス。あ、若干尻尾浮いてんな。あ、外した。あ、やべ、あの毒のやつ放ってしまったわ。毒った。あ、やべ。自分あれつけてるから大丈夫だけど、どうなんだこれ。あー、これ打ち、あー、打ち消しの実、あー、打ち消しの実効くわ。
打ち消しか、まあ後で持ってくるか。尻尾長えな。尻尾切れないかな、マジで。うわ。危ないやつ。危ない。あ、ナイス。よし、やっぱ坂道やね、ハンマーの命だよ。坂があるかないかでだいぶハンマーのね、戦闘能力が変わる。あー、やべ。あーめっちゃ下手くそやな俺。いやー自分も下手くそって久しぶりだからね。まあワイワイやりながら、ワイワイっていうほどでもないかもしれないけど、まあ楽しくやりながらっていうのがモットーだからね。こいつやばいな、攻撃範囲も結構広いしね。そういうわけではないかな。うわ、一丁されたよ。あー、ミスった。ごめん、猫ちゃんたちよ。また食ってる。ほし。やべえな。捕食王じゃん。捕食してる時も結構暴れるんだよな、こいつ。それな、危ね。転んでる？いや、転んでない。結構体も大きいから攻撃当てづらいな。うわ、やべ。危ね。やば。三つに合うね。三つ星やで、その点。ありがたい。で、投げてきた。はい、まあ、それ他のモンスターは逃げるよね。こんな凶暴なやつね。ああ、ミスったよ、もう。危ねっ。おっと、うっ、さあお前はどこに行くんだ。うわ、何か分かんないことになったわ。本当にな。あの岩使えるか。あ、ナイスナイス。よし、オッケーオッケー、岩の内だ。こいつはでも体は硬くないのが救いだよね。確かに、これで硬かったら厄介だよ、本当に。
よしよし、おナイス、超ナイス。ダメだ、当たんね。入ったのも使わないと。まだ弱ってねえか。あ、そうだ、研がないと。入った、なんだっけ、環境のやつ、環境罠も使わないとね。さすがさすが。まあごもっともなんだよな、それ、本当に。お、よし。あーダメだ、うわ、うわ、やっべ、あぶねー、緊急かい。こんなとこ通れんの？無理やり通った感あるけどな。まあね。おお、ここはあれか、カエデがいるとこだ。あぶね、しびれるか。お、しびれた。あ、しびれた。てか当たんなくてよかった。うっそ、当たんなかったのかよ。あぶね。よし、持った。ナイス。下手くそ。俺。いやいやいや。ナイス。え？今イズリが上から落ちてきた気が。ああ、あのそうそうそう、それ、あの体験の場合、あの上から落ちて、なんか攻撃する場合、なんかあの突き刺しみたいになる。ああ、なんかあったね。脱いで弾があるな。危ね。あー、あ、そっち行ったか。あー、ダメか、しびれなかったか。ダメだ、全然すかしてる、意味のねえことしてる。危ねえ。あ、待って、俺普通にもしかして G あるかも。あ、おたで G あったわ、1個だけ。あった、1個だけか。なんで1個なのか分からんけど。全然活躍してねえ。なかなか尻尾は切りづらそうだね。それある。拾わしてるとかな。思った、いきなり殴りかかった。
スポアな。まだ逃げおるか。ああ食ってる。ああ食ってる。ほら。当たんね。2人とも死んでないのが幸いか。確かにそれは言えてる。一回も死んでないからね。まだもうさっきから外してる。もう下手くそかった感じだわ自分のプレイが見てて見ててじゃねえわ、やっててたわ。尻尾のこと考えすぎかな。おっと、やめやめ。お、ダメージ軽減きた。光ってはいるけどスピードがちょっと遅くなってるような。あダメだわさすがに。うわ、やっべ。来た来た。いや、あの癒しの円筒。もう、あそこに作ったのね。回復しとくか。あー、外れた。うわ、やべ。うわ、ちょ。いやー、全然ダメージ与えられてねえな。それある。本当に。あ、でも足引きずってんじゃん。あ、弱ってんじゃん。まあ大丈夫だ、一応罠は2つあるから1回外しても大丈夫。どうしようかな。ここ詰めない、詰めがあるから。了解。あ、どこに逃げもない。でも意外、あ、まあ、あれか、死ななかったもんじゃないけど。あのブリーズはとりあえず食らわなかったら大丈夫か。こんなところに寝るんだろうか。はいはい、使えばいいよ。うるせえ、今回お前がいろいろとあれだな。まあでも意外となんだっけ、スタミナがあったのは驚きだね。確かに全然減ってなかったもんな。そうだよね。いや、どうにかして終わったね。本当に。報酬はどうかな。ん？おお。牙は入った。あ、でも尻尾はさすがにないよな。あ、尻尾あるわ。あった？あの、あったじゃん。あれ、なんかつ、あの、追加報酬の方に。うん。大雷と大棒が手に入ったな、弾が。まあいいか、撃っちゃって。あ、たまにやっちゃうんだよね。なんかあの装飾品もらおうかなと思ったら間違って撃っちゃうって方にやっちゃった。あーな、あるあるじゃないそれ。まあでもいいや、ど、まあ、ちょっと平らに撃っちゃったのはまずかったけど、まあいいや。でも逆にあの、なんだっけ、防御力ダウンブレスは、ちゃんと見極めれば、あの、月だ、月だから、まあなんとかなるけど。うん。ありがとうございます。
ございます。最後にあれだ、ちょっとイベントかと終わりか。そうだね、実は黙ってたんですけど、私食べることが何よりも好きなんです。だっていやー分かってるよっていうの知ってた。おなんだこれ、帰り用の装備ってなんだ、どんな効果だ。海流ってことは流属性、流属性やられがないのか。ああ、やっぱり流属性やられって書いてあるんだ。あ、あとあれだ、武器の持つ流属性を強化するって書いてある。主にあれか、固流対策か。あ、フリークエストにオープンだって。あなたも私も食物連鎖だって。あ、まあ今回はこの辺にしとこうかな。そうだね、俺ももうそろそろ用があるんで。最後まで見てくれてありがとうございます。はい、それではまたです。お疲れ様です。